アジアカップ。この時間は日本対韓国、こちらの一戦をお届けいたします。本日のゲームはイーストボールスタジアムで行われます。今日の現地の天候は晴れです。いいコンディションの中、両陣営このゲームに挑みます。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。このゲーム非常に楽しみなマッチアップとなりました。北澤さん、このお互いのプライドをかけた一戦、どのあたりが注目でしょうか。そうですね、やはり負けたくない相手ですからね。選手にとってもサポーターにとっても気合は入るでしょうね。不要なファンだったりミスをしないで50分を戦うことが重要ですし、そういう試合ができることに当たりますね。そうですね。前半ゲームはスタートしています。 AFC アジアカップ、日本対韓国、数々の歴史を刻んできた注目の一戦と、これはクリア、遠藤、このボールは三笘へ、これは旗が上がっています。日本がこのファーストハーフ中盤まで決定的なチャンスはないものの、相手よりポゼッションは上回っています。そうですね、主導権を握っているので、ここで変な奪われ方をしてカウンターを食らうとかは避けたいですよね。相手のスリーブロックの隙間を見つけていけばいいと思いますからね。森田、さあカウンタースピードを上げたいところ、自分で行く、三笘、パクヨン、チョン・フンミンが受ける、これ仕掛けるか、ラを狙っていきます。どうだ、ウンソンミンと呼んでいた、これは合いません。パクヨン、今の惜しいシーンですが、しかしいいシュートでしたよね。いやー、枠には入らなかったんですけど、強烈でしたね。ここはすぐ奪い返します。菅原へ、森田、シュートレッジです。レフリー、ファーストハーフ終了のフェイスル、15分間のブレイクに入ります。まだスコアレスです。さて北澤さん、この前半を振り返っていただけますか。日本としては中盤の組み立てから最後シュートまでいい形が作れてますよね。外とボールがうまく連動しているような前半でしたよね。今日はライバル同士の対決、独特の空気感、雰囲気があります。後半はさらにヒートアップするような試合展開に期待です。 AFC アジアカップ、日本対韓国、両チームスコアレスで折り返します。後半スタートです。まあ、非常にタイトなゲームになってますけどね、まあ、立ち上がり非常に大事ですね。そうですね。パクヨン、抜けてくる、クロス、ディフェンスこれを読んでいた、久保、さあ一気にカウンター、ここで受ける、ここに渡ります。日本、ハーフタイムの間で選手交代になったようですね。そうですね、
ハーフタイムの交代が対戦に含まれないんでしょうね。堂安シュート、さあこぼれた、意外危ないところでしたが、なんとか切り抜けます。遠藤から右へ、決めてファン、ファンインボ、ここは奪います。スペースへ、キム・ヨングオン、このボールに触ります。動けば上田、どうは、もうこれいいでしょ、久保に渡ります。遠藤、北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。後半に入ってからも動きが少ないですからね。試合の展開という意味では少しおとなしいです。上田、キム・スンデュ、これはよく取れました。いやー、見せてくれましたよね。重要な試合で勝利になりましたよね。大きなピンチでしたが、チームを救いました。 Substitutions taking place。このゲーム最初のコーナーキックになります。日本、韓国はあわやというシーンでしたが、ここはしのぎます。ファン・インボ、ファン・ヒチャンへ、いいとこありますよ。抜けてくる、フリーだ。韓国としてはいい攻撃でしたけどもね、まあ、まだ時間ありますからね、この流れを続けたいですよね。ソン・フンミンへ、時間なくなってきましたよね。最後ワンプレーってところですかね。モニターへ、三笘、2 minutes has been indicated。 三笘から久保、いけるか、上だ、久保、いい反応、ここで長いホイッスル、決着は PK 戦でということになります。前後半戦いできましたが、結局決着はつきませんでした。まあ、あっという間に終わってしまった感じですけども、それだけ白熱した戦いだったということですよね。まだ PK がありますけど、よく戦ったと思いますね。ここまで来れば実力差はありません。しかし勝者を決めなくてはなりません。死闘を演じた選手たちによる決戦、しかと見届けましょう。最初のキック、おっといきなり外した。一番目はね、決める選手が出てくるんですけどね。さあどうする、コースは大胆の真ん中行きましたね。さあワンゴールビハインド、どうだ、打ち抜く、いやー落ち着いてしっかり決めましたよね。韓国、次はキャプテンが蹴ります。どうだ、キーパーの逆をつきました。緊迫した状況ですけど、決めましたよね。さあ1点を追います。さあどこを狙うのか、プレッシャーがあると思うんですけどね、しっかり決めましたよね。イチジェ、3番目のキッカーです。さあどこへ蹴る、いやー、抜かれた。いやー、落ち着いてしっかり決めましたよね。日本、1点ビハインド。さあ、どこを狙うのか。ああ、よく振りますよね。みんなで行きますね。4人目、どうだ。読んでいます。気迫を感じるセーブでしたね。上田、5番目のキッカー、どうだ、キーパー読みが外れました。狙い通りでしたかね。当たったですね。
ここもあえて言いますが、決めなければならない。さあどうだ、意地の一発を打ち抜きました。決着がつかない。お互い譲らない状況です。ミスは許されません。フォースは止めた。はい、ね、見切った球だと思いますよ、センターに通っては。前川、その手に勝敗がかかっています。決めるか。キーパー意地のセーブ。いやー、よく止めましたよね。ボールが置かれます。この緊張感のある状況を決めることはできるのか。どうだ。おっと、キーパーは防ぎました。今のはいかがでしょう。そうですね、キッカーの動きをギリギリまで見て止めたって感じですよね。決めるか。止めた。望みをつなぎます。気迫を感じるセーブでしたよね。さあ外せば一気に厳しくなるこの状況。コースは失敗できない状況ですからね。緊張感ありますね。韓国、望みをつなげられるか。さあどうだ。決まった。まだ決着はつきません。うまいですよね。冷静でしたね。お互い譲らない状況です。ミスは許されません。どうだ。ゴール左隅に決めました。緊迫した状況ですけど、しっかり決めてきましたよね。韓国、ここを外すと負け。決めるか。シャウトなんですけどね、冷静に決めましたね。この緊張感のある状況を決めることはできるのか。さあどこへ蹴る。大胆の真ん中行きましたね。さあここは大事な場面ですよね。決めるか。金箔の PK 戦、ここで勝負が決しました。いやー、最後よく反応しましたね。日本、激闘の PK 戦を制し見事勝利です。最後のセーブ、守護神の強い思いが呼び込んだ勝ちとも言えるでしょう。さあ終わりました。日本としては一番負けたくないという相手に勝利という最高の結果になりましたよね。サポーターの後押しもあったと思いますし、今日の勝利は特別でしょうね。はい、ありがとうございます。